サウロペルタは、ノドサウルス科の属の一つ。白秋初期の北アメリカ大陸に生息した恐竜である。名前の意味はギリシア語で、ソウロス、ペルト。複数の種が存在したようだが、名前のついている種は、s エドワード・ソラムのみである。ノドサウルス類としては中型で、体長は5メートルほどと見積もられている。個室の鎧で、体が覆われており、頸部から、 巨大なトゲが突き出していることが特徴である。化石はアメリカ合衆国のワイオミング州とモンタナ州から発見されている。人とサウロペルタの比較醒基準標本は巧妙な恐竜ハンターにして古生物学者のバーナム・ブラウンによりモンタナ州中南部のクロー族保護居留地で採集されたものである。ブラウンの標本はかつて発掘されたノドサウルス類の骨格としては 最も保存状態が良く、欠損の少ないものの一つである。現在、二つの種が報告されている。第一が、模式種の S エドワード・ソラム。第二が、ユタ州で発掘された、ミキサイの種である。サウロペルタは、体長5メートル、頭骨の幅35センチメートルと見積もられている。唯一知られている頭骨では、くちばしの部分が失われている。そのため、頭骨の正確な、 長さは不明である。個室の鎧はこのタクソンにはありふれた形質であり、そこからの類推で復元図の作成は容易になった。ビックリスエトールでは、サウロペルタはおそらく40以上の椎骨からなる長いを有していたであろうと述べられている。ありがとうございます。